と毎日、はい、逃げて勝ちましたが、先生はどう見られていましたか？まあ、楽に先頭立てばね、はい、逃げ切れるかなと思ってたんですけどね。ごめんね、うるさいね。今日も追い切りは？いや、単走でね、さっとだけだけど、はい。結構雨降ってましたよね。そうですね。その影響は特になくですか？うん、大丈夫です。タイムはどれぐらいでしたか？タイムは68秒くらいじゃないかな。しまいは？しまいは12ちょっとかな。でもめっちゃ早いですね、この馬場で。まあ、いっぱいはやってないんで、ね。そうなんですね。ここ3戦逃げ切っていい成績を残されてますけど、この馬にとってやっぱり逃げというのは合ってるんでしょうか？まあ逃げっていうかね、スタートがいい馬なんで、たまたま行く馬がいないから先頭立ってるんですけど、まあ、2、3番手の競馬はできると思うので。おー、あ、じゃあ今回も2、3番手でも大丈夫。まあまあ行く馬がいればね。そうなんです、今回そのちゃ逃げ馬、もう確実とじゃ逃げ馬がいないんでね。ずっと逃げてるのこの馬ぐらいじゃない。多分花行っちゃうと思う。あー、スタートが良くて、はい、でもここ3戦また逃げもいいですけど、打ち最打ちでね、枠も内側なんですけれども、今回も内の方がいいなという感じですか？まあ、枠順はね、内に越したことはないと思うんでね。おー、スタート早いもんね、どこ現場でもできると思う。体重もあまりデビューからさほど変わってないような感じなんですか？まあ、少しずつ増えていってるんですけど、はい、まあ、成長期だと思うし、うん、どういったところがこう成長してきたなんてなりますか？まあ、一層一層ね、確実にステップアップしてるっていう感じなんでね。じゃあもうつまりこの馬の強み、ストロングポイントっていうのはどこですか？まあ、成長力がね、今どん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 成長してるんでね、まあ、まだまだ未知数だと思うし。未知数、はい。まあ、今回輸送もあったり中山のコースになったりするんですけれども、いかがですか？まあ、輸送は初めてなんで、ちょっとね、まあ、その辺は失敗は失敗ですけど、まあ、どこなんでね、うん、大丈夫だと思います。じゃあちょっとプラスでこう持っていく感じですかね？まあね、レースが詰まってるんで。あ、そうですよね。正直な話ね。はい。前走の疲れとかも、もういや、それはないですけどね。うん、上積みの方が期待できる感じですかね。まあ、さっきも言ったようにね、どん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 成長してますんで、ステップアップしてるんで、楽しめたら楽しみだと思います。また中山のね、2000メートルとなるとスタートが観客には近かったりするんですか？まあ、そういうのは大丈夫だと思うんで。あ、大丈夫です。でもないし、ただでも分かってる感じですね。私にはなんかこう、あんまり噛んでこようとはしない感じが。ちょっかい出さないからでしょ。あ、そうか。賢いですね。ではファンの皆様に向けてメッセージをお願いいたします。まあ、ここまで順調に来てるんでね、今年ちょっと、4走目かな、5走目かなんですけども、状態はいいと思いますので応援よろしくお願いします。先生、まあ、かわすの上手ですね。見てるの？ごめん。私がビビっちゃダメですね。ありがとう。うん、かわいい。いいね。